エルダルガスモフは、アゼルバイジャンの歌手である。ニガルジャマルと共に、アゼルバイジャン代表として、ユーロビジョンソングコンテスト2011に出場する。エルダルガスモフとニガルジャマルアゼルバイジャンの俳優、アッパスミルザ・シャリフザデと、女優マルズイーヤ・ダブドバのひ孫として生まれた。幼少の頃より歌唱を始め、アゼルバイジャンやロシアで、多数のコンサートに参加してきた。 2001年から2005年までプロの音楽指導を受けピアノを学んだ。バクースラブ語大学にて国際関係と地域研究論を専攻し卒業した。2010年から同大学の大学院課程にて国際関係を学んでいる。母語のアゼルバイジャン語に加えロシア語、英語、ドイツ語を話す。ユーロビジョンソングコンテスト2011のアゼルバイジャン。 代表選考、ミルリ・セチムトゥル2011に参加した。準決勝では、イルガライ・ブラヒモバに次ぐ2位で決勝に進み、2011年2月11日の決勝では、ニガル・ジャマルと共に優勝を果たし、アゼルバイジャン代表に選ばれた。二人は、エルニッキーの名義で、アゼルバイジャン代表として、2011年5月に、ドイツのデュッセルドルフで行われる。 ユーロビジョンソングコンテスト2011に出場し、ランニングスケアドを歌う。ありがとうございます。